まずはカープの先発大道、マツダスタジアムのマウンドに上がります。さあスワローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。惜しいボールでしたね。はい、変化球わずかに外れてボール。膝元インコース、ワンボールツーストライクです。ボールになります。外外れてボール、フルカウントです。インサイド落ちました。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは2番に入っている山田。大道、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー大道、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。低めの際どいところですが外れています。ボール先行です。緩いボールできました。ストライクが入りません。ここは1球見ました。力のあるストレートですよね。はい、低めにストレートが決まっています。3ボールナッシングからフルカウントまで戻しました。引っ張った、これはどうだ、取った、1塁送球します。2アウトになりました。3番バッター青木、2アウトランナーありません。初球ボール、まっすぐですね。インロー、指にかかったストレートで空振り、ファウルになります。低めはボール。さあ次のボールが勝負ですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。緩いボールを持ってきました。3ボール2ストライク、ファウルです。インサイド落ちました。キャッチャーが落下点に入ります。掴んで3アウト。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。2回の表、追いかけるスワローズの攻撃、バッターは4番村上。カープリードで迎える2回です。さあ援護点をもらってのこの回のピッチングとなります。まあそうですね、少し気持ちも打った、この辺りはどうか、真ん中を破りました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。先頭バッターを出してしまいました。さあそしてバッターボックスには山崎が入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まだまだ回もありますし、勢いづかれると怖いですから、雑にならずしっかり抑えておきたいですね。なるほど、そうですよね。これが4球目、よどい球わずかに外れています。150キロ。このピンチ見事三振を奪いました。まず一つアウトを取りました。さあそして打席には塩見が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。リードはしてますけど、どうなるか分かりませんから、気を抜かずにしっかり抑え切らないといけませんね。なるほど、ふわふわっと上がった、掴んで2アウト。2アウトランナー2塁となりました。さあそしてバッターボックスには西田が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。リードはしてますけど、どうなるか分かりませんから、気を抜かずにしっかり抑え切らないといけませんね。なるほど、ファウルボールです。この球は、ああ外れました。打ち上げました、高い打球になった。この打球はフライになっています。掴んで3アウト。反撃は許しませんでした。ランナー出ましたが、スワローズ得点には至りませんでした。2対0、カープがリードしています。里崎さん、先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが、調子はまずまずですかね。まあ今日はストレートが非常にいい。打ちました、田中、アウト、ワンアウト。ピッチャーに打順が回って、先発の小川がバッターボックスです。ピッチャーが相手でも気を抜かず、きっちりアウトを取りたいですね。そうですね。
ッター堂林アウト、ツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター坂口、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。この回の大道3球でツーアウトまで来ました。そうですね、打ちました。ボテボテ一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4回の表、追いかけるスワローズの攻撃。バッターボックス山田、先ほどの打席はショートゴロ、打ちました。高いバウンド、ショート取った、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには3番青木、先ほどの打席はファールフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。打ちました、ピッチャーゴロです。ツーアウトになりました。バッターボックスは4番村上、前の打席はカーブを狙うされたんでね、ここは気をつけたいですよね。なるほど、組み立てのポイント、打ちました。田中一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0。